こんにちは。元テスラ社員で経営コンサルタントのバート千草です。今、製造業界の中で最もホットな話題、それは自動車の自動運転技術ですね。前回テスラの自動運転に関する戦略のお話をしました。その時にテスラの取る戦略は他社とは全く方向が違う逆方向だと言いましたね。ではテスラはなんでそんな逆方向なことをやってるんでしょうか。そんなに他社と違うことをやって大丈夫なんでしょうか。で、そしてあのレベル5の完全自動運転のレベルに達するまでテスラが先なのか他社が先なのか、今日はそこにフォーカスします。だから自動運転だとね、こういうこともできるんですよ。立ち上がれ。さて今日のお話はこれ。まずはテスラ方式と他社の方式の比較、これをもう一度おさらいしましょう。ナンバー2。そしてその違いの中で一番の違いは何なのか、それを見てみます。ナンバー3。それは環境なのか、それとも能力なのか。ナンバー4。ロボタクシーはレベル4から、じゃあレベル5は。そしてナンバー5。レベル5到達はテスラが先か他社が先か。ナンバーワン、テスラ方式と他社方式の比較をもう一回おさらいしてみましょう。ここで新しい言葉なんですけれども、ビジョン方式とジオメトリー方式と、この二つがあります。これを覚えてください。テスラはカメラを使う。それを主なセンサーとして使う。つまりビジョン方式ですね。そしてウェイモーはデータを使ったデータ方式。つまりジオメトリー方式と言います。そしてこれは例えるとですね、ビジョン方式は動画とか実写の写真だと思ってください。そしてこのジオメトリー方式というのは CG の世界だと思っていただくと分かりやすいです。ね、このヒューマノイド、人間のような格好しているロボットにも目が2つついてますよね。テスラの車には外側に8つ、中に1つ、合計9台のカメラがついています。9個の目がついているってことですね。そしてこの2つの方式を比べるときに必ず出てくる問題。これはカメラなのか、ライダーなのか。ね、これは必ず出てきますよね。さあ、これからどんどん佳境に入っていきます。さて、その前に、こんな話面白いね。こういう話もっと聞きたいと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいね、ベルマーク、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。でイーロンマスクはね、いつも言ってますよね。ライダーなんて高いものを使う、ね、必要もないのにあんなに高いものを使うのは頭が悪いと言ってます。でもね、昔はですよ、その、こういうやつですよね。1台分を作るのに75,000ドルぐらいかかったというライダー関連のパーツがありました。今はもうだいぶ安くなってるんですね。もう10分の1以下になってきてます。じゃあ、それでもライダーはダメなの?言うとですね、まあ一つにはね、もうデザイン性がとってもね、やっぱり限定されるじゃないですか。例えばね、これライダーどこについてるかわかりますか?ね、わかりますよね。これテスラのモデル3、どこにカメラがついてるかわかりますか?わからないですよね。このデザイン性もかなりライダーを使うと制約されます。でもそれは性能というよりも見た目の問題ですよね。そしてこのビジョン方式、テスラ方式というのは今見ているものをその場で判断するというやり方です。対してライダーを使った他社のシステムというのは HD マップ、高精細地図というのがあってですね。もうそれはもう本当にもうセンチ単位、センチメートル単位ですごく正確な地図が 3D マップが必要なんですね。その中をセンサーを使って動くというのがジオメトリー方式です。さあ、この違い思い出してくださいね。では2番。じゃあその中で1番の違いは何なのかっていうことですよね。例えばね、このケース、CASE の中の A はオトノマスですね。オトノマス自動運転。日本語だと自動運転というふうに訳されるんですけれども、オトノマスっていうのはオートマティックじゃないですね。どちらかというと自動運転というよりも自律運転なんですよ。で、自律運転というのはどういうことかというと、自動っていうのはね、例えばドライバーがいて、でも自動でやってくれる。そういうのが自動運転ですけれども、自律運転っていうのはドライバーがいなくてもいいんです。誰も乗っていない車でも、そこどっかに行けたり、どっかに戻って行ったりできるっていうことですよね。自家用車だけじゃなくて、トラックだってバスだって同じことです。で、その自律運転をするためには文字通り、自立しなきゃいけないんですね。何かに助けてもらう。もう助けてもらわないと運転ができない。そういうことではダメっていうことですよね。
で、テスラは人間の目でね、見ているように、そのビジョン方式ですから、その周りを常に見ているんですよね。さっき言いました、外側には8台のカメラがついていて、中にも1台ついています。そしてもともと人間用にできているこの運転という世界は、基本的にすべてビジョン方式、見て、考えて、運転するという方式でできてますよね。それは道路標識もそう、車線もそう、サインもそう、何でもそうですよね。つまり人間はビジョン方式なんです。そしてもう一社、モービルアイというのがね、あります。それはもともとテスラは第一世代のオートパイロットはモービルアイのシステムを使ってました。ですから、モービルアイもビジョン方式がベースになっているんです。でも、このモービルアイのシステムというのはもともと自動運転支援システムだったんです。それはビジョン方式、カメラで見たもので判断していて、で、なかなかよくできているんですよ。でも、それだけでは彼らはレベル4、レベル5にはいけないと判断したんですね。ですから、この HD マップ、高精細地図を必要とするシステムに変わったんです。このレベル4、レベル5を目指すときに、この ビジョン方式、カメラで見て見る方式と HD マップですよね。HD マップ、これを、照合しながら走るわけです。そのときに、もう一つですね、ライダーとレーダーを使った、また別の方式のシステムも並行して走らせるんですよ。そして、カメラだけで見た世界だとちょっとどうかなっていうときに、こっちのデータと照合するらしいんですね。でも、こちらのライダーとレーダーの方式だけでは運転ができないと。じゃあなんであるのかなと思うんですけども、ね、なんかね、僕からするとですね、中途半端っていうかね、なんか、その、どっちなの？つまり、まあ僕的に言うとですね、テスラがやっているのはこのビジョン方式、もしくはこのウェイモたちがやっているこのジオメトリー方式、この中間ぐらいだと思うんですね。まあ本当になんか、中途半端な気がします。で、モービルアイはですね、この HD マップを作る、そして更新していくために、クラウドベースのデータ収集をしています。このクラウドはですね、このクラウドコンピューティングのクラウドではなくて、クラウドファンディングの方のクラウドですね。スペルがちょっと違います。でもね、それはリアルタイムではないわけです。で、さっき言ったように、このジオメトリー方式っていうのは CG の世界だって言いましたよね。つまりね、これは例えば VR をかけて運転しているようなもんなんですよ。ね、これ周りは見えません。見えなくて、この VR の中に映っている高精細な CG の世界、360度どこ向いても見えます。でもリアルタイムじゃない。ね、例えばですよ、あなたのお家、自宅ですね、これを360度完璧な CG、 非常に正確でもう1センチたりとも違わない、そういう CG ができていたとします。ね、で、そのデータは1分前までぐらいにもうどんどん更新されてるんです。ね、でも、1分前です。ドアは開いてるのか閉まっているのか、この花瓶は動かされてないのか、で、その1分前のデータしかありません。さて、あなたはこの VR の世界のあなたの自宅で走れますか？そういうことなんですよ。ね、これ、ちょっと想像していただくのは難しいかもしれません。VR ってね、まだ、被ったことある人少ないじゃないですか。でもなんか言ってることわかると思うんですね。つまり、この VR の中しか見えないんですね。中は本当によくできてるんです。でも、中と外は違うんですね。リアルタイムじゃないんです。さて、テスラの場合はどうかというと、今そのフルセルフドライビング FSD のベータバージョンを公道で皆さんテストしてますよね。あれはまだベータ版ですから、機能はすごくあるんですけれども、とっても頭いいんですけれども、完璧じゃないんですよね。つまり、このメガネ、例えばこの私のメガネが少し度が合ってないみたいなもんなんですよ。99% はよく見える。で、でももうまだぼやけてるところがある。でも、今、そこにあるものが見えるんです。リアルタイムなんですよ。僕は、それだったら走れます。あなたは、どちらで走りたいですか？そして、このシミュレーションという世界があります。この Google グループの Waymo、彼らはですね、もうこの行動データ、アリゾナ州のフェニックス州の中で、実際にお客さんにお金をいただいて、ロボタクシーをやっていますよね。あれはもうテスラよりも進んでると言えるところがたくさんあります。そして、その行動データがついに2000万マイルを超えたと言ってるんです。3000万キロ。ね、すごいデータが揃っています。それプラス、そのコンピューターシミュレーションの中で作ったデータ、テストしたデータが10億マイルを超えたと。
16億キロですよね、を超えたと言ってます。それもすごいデータですよね。でもそれはあくまでシミュレーションです。コンピューターの中だけで行う、つまり人間がプログラミングをしないと作れない世界です。ある程度そういうランダム指数とか入れたとしてもですよ、そのランダムの中で形成できる世界で起こることの中でしかできないわけですね。だから、ずるいって言うんじゃないかもしれませんけどね。でもなんかその範囲がね、どうしても想像できないようなところっていうのは人間あるわけじゃないですか。このリアルの世界っていうのは本当に何が起こるか分かりません。ですから想定範囲内を超えることなんてたくさんあるわけですよね。じゃあどっちの方が必要なデータなんですか。じゃあテスラはどうやってるんですか。これがですね、シャドーモードという方式をテスラは使っています。これはどういうものかというと、もう世界中に100万台走っているテスラの車、そのほとんどはですね、もうレベル4、レベル5の自動運転ができるハードウェアが実装されているっていう話を前にしましたよね。つまりもうやろうと思えばオンにできる機械が中に入ってるわけです。そしてオートパイロット、いわゆるテスラの自動運転システムではない時に、それをオフになっている時に人間が運転してますよね。そうするとその人間の運転には全く影響しない形で、そのシミュレーションをですね、するんですね。システムですね、その運転している人の運転を予測するんです。次はこうやって左にどれぐらいの速度で、どれぐらいの角度で曲がるだろうなということを想定するんです。でも人間は実際にはちょっと違うやり方をしたりしますよね。そういう差分をですね、どんどん吸い上げるんです。コンピューターはこうだと思った。でも人間はこうやった。というですね、それを学習能力として使っているんです。頭いいですよね。前にも言いましたよね。テスラの集めた行動データというのは、このオートパイロットがオンになっている状態で、すでにもう30億マイルです。45億キロ以上だって言いましたよね。でもそれはね、オンになっている状態なんですよ。オフになっている状態も、このシャドーモードというのを使って、その人間の行動とコンピューターの予測、その差分をどんどん集めているんですね。つまり人工知能が機械学習をしていく、そういうデータとして使っているんです。それ以外にもですね、そのカメラ、8台のカメラが映した世界というのを、一つのもうパノラマのようなデータにですね、スティッチングというんですけども、全部360度つながったもう動画になってるんですね。その中で映っているもので定かでないものありますよね。例えばストップサインだったら、ね、木の枝にちょっと隠れてたりしますよね。これってストップサインなのかな、どうなのかなっていうところありますよね。そういう時にですね、映した映像を、これはラベリングというですね、この機械学習のプロセスがあるんですね。これはストップサインです、これは違いますということをですね、ラベリングというんですけども、決めつけてあげなきゃいけないんですよね。それが今はかなり人海戦術の人間がやっている作業です。でもそれをですね、どんどん早めようと、この機械学習のですね、ディープラーニング的な速度でどんどん早めようということで、テスラは実は道場という独自のスーパーコンピューターを今開発しています。この道場、柔道の道場のあの道場ですね。で、この道場というスーパーコンピューターが、あとそうですね、1年以内ぐらいにバージョン1ができると言われているんですけども、これができたら、その今世界一早いと言われている富岳、日本の富岳ですよね、の2倍の処理能力があると言われています。そしてそれを達成するために、テスラは独自のチップまで作ってるんですね。半導体です。で、車の中にも入ってますよね、独自のテスラチップ。あれとは別に、この機械学習、マシンラーニングをするための独自のオリジナルのチップまで作って、機械学習を非常に早く、機械学習を進めているんです。もう一部使われています。これがテスラの進めるビジョン方式です。もう一つ、ウェイモーや他のほとんどの会社が使っているこのジオメトリ方式は、何しろこの HD マップをどんどん作らなきゃいけないんです。世界中 HD マップができるまで、もうその HD マップがあるところでしか運転できないんですね。つまりここはできます、ここはできません、ここはできます、ここはできませんというふうになるわけです。イエスかノーか、1か0か、つまりコンピューターグラフィックの世界でしょ。その自動運転ができるところとできないところにはっきり分かれちゃうわけですから、例えばね、その駐車場のビルってあるじゃないですか、こういうふうに螺旋状に上に上がっていくところとかありますよね。ああいうのもビルの中まで
マップをきちっと作らないと自動運転もできないわけですね。ですからそこに入ったら、もしくは入る時からもうレベル4じゃなくなっちゃう、ね、レベル3とかレベル2、つまり運転手が自分で判断をしないといけない、責任を持たないといけないという、そういうレベルまで落ちちゃうわけです。ビジョン方式はですね、もうありとあらゆることを判断できるようになっていくわけですね。それがだんだん上手になっていくわけです。子供が成長するのにすごく似ています。だんだんできるようになる、だんだん上手になる、もっともっとできるようになる。それが全てのことに関してバーッとね、レベルが上がるわけですよ。そうするとそこで判断できる能力が上がるっていうことですよね。それはさっき言った駐車場ビルのこの螺旋状に上に上がっていくところがあったとしても、それはこの A というビル、もしくは B というビル、ちょっとずつ違うじゃないですか。でもマップがないとウェイモはできない。カメラにさえ映っていればテスラはそれを修正しながら自分で登っていけるんですね。能力なんです、それは、ね、データの称号ではないんですね。自分の能力、子供が育つように、子供ができることが多くなるように、もっと上手にできるようになっていく、そういうことなんです。じゃあこのジオメトリー方式だと、例えばその HD マップがないところに行くときにはレベル3やレベル2に落として運転をしなきゃいけないときがやってくる。そうすると必ずハンドルとブレーキとアクセルは必要になるわけです。スピードメーターも必要になるわけですよね。ですからそういうその1か0か、できるかできないか、そうやって伸びていく、つまり HD マップができる場所を増やすしかやり方がない、それがジオメトリー方式です。それがライダーをつけた方式なんです。そこ行くとですね、テスラはもうビジョン方式、テスラだけがですね、本当の意味でいうビジョン方式なんです。そしてビジョン方式の車にとって、昨日走った道、もしくはね、もう何年も毎日走ってる道でも初めて走るのと同じことなんです。ちゃんと判断ができる、見える、意味がわかる、判断ができる、運転ができる、これなんですよ。そしてもう一つ大きな違いがあります。それはコネクティビティ、 CASE、 ケースの C ですね、コネクテッド。これがですね、テスラの車はそのうちスターリンクというあの衛星システムにつながるように予定されています。それはどういうことかというと、今ある 4G、LTE、5G というのではなくて、この人工衛星から直接ネットワーク接続ができるんです。そしてこの人工衛星はこのスペース X というね、もうイーロン・マスクがやっているもう一つの会社です。この通信用の人工衛星を1万数千個打ち上げると言ってます。もう数千打ち上がってるんですね。もうテストサービスが始まってるんです。それに世界中のテスラがつながるようになります。そうするとそれがサハラ砂漠の真ん中だろうが、エベレスト山の頂上だろうが、ネットワークにつながれるんですよ。それってすごくないですか。でもそれでもマップは必要ないんです。まあ今ね、皆さんのスマホの中に入っている Google マップ程度のマップは使います。ね、そのナビを設定したり、まあ、自分がどこにいるんだろうっていうのをね、ある程度把握しなきゃいけないですよね。でもそれぐらいでいいんです。いわゆる他社の使うような HD マップ、ああいう高精細な 3D のマップでなくていいんですよ。あとは自分で判断できるんです。だって皆さんできてますよね。あなたができればテスラの車もできるようになるんです。それがビジョン方式なんです。ですからアプローチがまた全然違いますよね。いわゆる一箇所一箇所完璧にやっていく、その箇所を増やしていく、面積を増やしていくというやり方がそのジオメトリー方式です。ライダーを使った方式です。そしてその許認可もですね、例えば今フェニックス市でやっているように C 単位とかね、もう地域単位でその許可を取ってやらないといけないですね。そこへ行くとテスラの場合は、まあ州単位、国単位で許可は必要ですけれども、そんな C 単位なんて必要ないんですよ。ね、それはなぜかというと、それだけそこの場所に特化したデータでなくてもいいからなんです。つまり一番違うのはマップ or ノーマップ、この差です。ここで言うのは HD マップですね。普通の今スマホに入っている Google マップじゃないですよ、ね、この HD マップか HD マップは必要ないか、ここが一番の違いなんです。ではナンバー4、ロボタクシーはレベル4から OK だっていう話です。
で、それだけ高精細な HD マップがあればですよ、もうウェイモーがあのフェニックスでやっているようにですね、そのロボタクシーっていうのができるようになるんです。ですからその限定、その地域限定であればですね、その方式の方が早いかもしれません。でもね、例えばサンフランシスコでアプリで呼んで隣のサンノゼに行きたい、ね、そうしたらそのいや、サンノゼはサンノゼの中でできます、でもサンフランシスコの中もできます、でもその間が走れませんということが起こり得るわけですよね。まあ高速道路ぐらいはね、 3D マップ作るのも HD マップ作るのも簡単ですから、そういうふうにつないでいくんでしょう。でも、まずまだサンノゼができてないとしますよね。そうすると高速道路は乗れます、でもサンノゼには入れませんということになるわけですよ。でそういうふうにだん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 広がっていく、それがライダーを使ったジオメトリー方式なんです。でそういう地域限定でレベル4を作ってロボタクシーっていうのは十分できます。じゃあそこ行くとテスラがやってるビジョン方式はというと、この全体のレベルを能力を上げるために時間がかかります。で一箇所一箇所だけじゃないですから、そうするともっと時間がかかるんですね、そういうアプローチです。でも一回できたらもうずっとできるんですよ。一箇所でできたらもうずっとできるんです。で例えばサンフランシスコで運転、自立運転が誰も乗ってなくてもできるようになったとしたら、ロサンゼルスだろうがサンノゼだろうがサンディエゴだろうがどこでもできるようになるんです。まあ国が変わったりするとね、その標識の言語が変わったり法律も変わったりしますよね。ですからそれは合わせなければいけません。でもその方はね、もうずっと簡単ですよね。で例えば日本道路交通法全国一緒ですよね。ですから、ね、東京都大阪府京都府というふうにね、法律が違うわけではないわけですよね。ですから日本ができる、そしたらもう日本どこでも行けるわけですよね。それがテスラ方式です。そしてナンバー5、さあこのレベル5、これは何かというとレベル4とレベル5の違い、これはですね、まあ細かいこと言ったらいろいろあるんですけども、一番の違いはどこでも行けるか、限定したとこしか行けないか、これなんです。ですから先ほどからずっと言ってるようにテスラはできるようになるのが早いと私は思いますね。だってそんなに世界中のね、HD マップを作るってどれぐらい時間かかるんですか。いやね、普通のね 3D マップっていうのはもう世界の主要都市の8割以上はですね 3D マップ化されていると言われています。でもその 3D マップはレベル5の自立運転で使えるほどの高精細かどうかはバラバラです。ですからそれをやっていかなきゃいけないんですよね。これは例えばね、今で言うとね 5G の信号がある、ない、これに似てるんですよね。5G のね、スマホ出てますよね。 iPhone も今度できるようになりました。でも信号がなかったら 5G 使えないですよね。だからここはね、まあその電話会社さん行くとね、まあウェブサイトに載ってるじゃないですか、地図が。 5G は今ここ使えますよ、ここ使えますよ、ここはまだですよ、ここは 4G だけですよ、 LTE だけですよって地図がありますよね。あれと同じなんです。ですからこの HD マップがあるかないか、それによって自立運転ができるのかできないのか、ここがイエスかノーかではっきり分かれる。つまりこれが全部できないとレベル5にはならない、どこにも行けるとは言えないわけですよね。そう考えるとね、やっぱりテスラの使っているビジョン方式の方が早くレベル5に達すると思いませんか。あなたはどう思いますか。さあでは今日のお話を少しまとめてみましょう。まず第1、よくねカメラなのかライダーなのかって言われますけども、本当の問題はそこじゃなかったんですよね。つまり2つ、方式が違います。ビジョン方式とジオメトリー方式。1つはカメラによって実写、写真、動画的にデータを収集します。そこでリアルタイムに見たものを判断する、そういうやり方ですね。ジオメトリー方式は CG の世界です。いわゆるもともと CG で作った高精細な HD マップ、ね、そういうデジタルの世界、その中を走るということですね。でライダーでものを見ながらそのマップとデータを照合していく、ここで動いているものは何なのか、それが人なのか車なのかということを見定めながらやっていく。これはですね、ものを例えるとあのバーチャルリアリティ、VR をかけた世界を走る、そういう感じです。ここが大きく2つに分かれるところですね。
この HD マップ、この高精細な地図データ、これに依存するのかしないのか、それが大きな違いだということです。二つ目、これは自動運転というよりも自立運転できるかどうか、ここでしたよね。つまり自立できるシステムなのか、それともずっと他のものに頼り切っていくのか、リアルタイムで行くのか、それともちょっと前のヒストリーの中を走るのか。例えば人工知能とか機械学習とかそういったところもですね、そのテスラのシャドウモードのようなリアルな世界の中でそれをやっていくのか、それともウェイモーたちのようにコンピューターのシミュレーションだけでやるのか、そこも大きな違いでしたね。そして3つ目、一番のキーはレベル4からレベル5に行けるかどうか、その差はどこでも自立運転ができるかどうかでしたよね。そこに到達するまでのアプローチが全然違う、ね、例えばライダーを使ったシステムであれば、その HD マップをですね、ジオフェンシングをどんどん広げていかなきゃいけない、ね、いろんな国を作っていかなきゃいけない、全ての街をマップ化していかなきゃいけない、そういう時間がかかるという部分と、もう子供を育てるごとくですね、もう全てのことが自分で判断できるようにだんだん教えていく、育てていく、そういうアプローチ、それがテスラでしたよね。その違いがありましたね。そしてナンバー4、ロボタクシーはレベル4で十分できるということですよね。このジオフェンスの中で、やっていく、ライダーと HD マップを使ってやっていく、これで十分できるんです。ただそのジオフェンスからは出られないということわけですよね。ですから私はどちらかというと、このコマーシャル利用、商用利用ですね、バスとかタクシーとかトラックとか、まあトラックも長距離ではなくて、その近所のね、デリバリー関係ですね、そういったものに非常に向いてるんじゃないかと思います。ですからどっちがいい、どっちはダメとかっていうんではなくて、その特性がですね、生かされていれば、そのいい方、早くできる方でどんどんビジネス化していった方がいいんだと思います。そしてナンバー5、つまりレベル5に達するのはどちらが先なのか、ね、これはその子供を育てるように全世界で上手になる、このスピードが速いのか、それともあらゆる国、あらゆる都市でその HD マップを作る方が速いのか、どちらが速いんでしょうか。あなたの街の HD マップができるのはいつだと思いますか。そこなんですよね。つまり全体でレベルを上げるのか、それともきちっとどんどん詰めていくのか、ね、全然アプローチが違いますね。これもやはりどちらがいいというんではないと思います。どちらか、その使い方、その土地、その文化に合った方を選べばいいんだと思います。でも僕の感じではテスラの方がレベル5にはずっと早く到達すると思います。さてどうでしたか。あなたが買う自動運転の車、どっちの方式を買いたいですか。どこでも行ける自動運転、テスラの方が早いと思います。さあこれからまだまだ開発が進む自動運転の世界、楽しみですね。また追ってご報告します。ではまた。